ましょう。やっと新しいお家に到着しました。ここまで長かった。新しいお家は日当たりも良くてポカポカです。やっと東京で新しい生活をスタートすることができます。はぁ、嬉しい。冷蔵庫が届きました。購入した冷蔵庫はこの三菱の。なんでこの冷蔵庫を選んだかというと、正直もっといろいろ他にも欲しいなと思うものがあったんですが、うちのこのマンションがヴィンテージマンションなので通路がとても狭いので、この通路にギリギリ入る、そして一番大きいサイズの冷蔵庫を電気屋さんで相談したところ、この冷蔵庫だったので、もう選択肢はもうこれ一つしかなくて、この冷蔵庫を購入しました。たくさん入りそうなので2人暮らしでかなり十分な大きさの冷蔵庫だと思います。そして洗濯機はパナソニックのこちらのドラム式洗濯機です。洗濯機は、ドラム式洗濯機が欲しかったんですけど、なんでこの種類を選んだかというと、こちらも、冷蔵庫同様、この入り口から洗面スペースまで行くまでのここに謎の仕切りがあって、この仕切りとこの壁の距離がものすごく狭くって、なので先ほどの通路にギリギリ入る洗濯機を探したところ、これとあとキューブっていう、名前の洗濯機があったんですけど、キューブの洗濯機は納品までに時間がかかって、それで消去法でこの洗濯機を購入しました。なのでもう部屋の中の通路を通るかどうかで、大型家電は購入しました。まあこれがちょっとヴィンテージマンションのデメリットの一つだなと思いました。昔の家はやっぱり最新の家電が入るように設計されていないので、どうしてもこうやって家電類などは選択肢が狭まってしまうなと感じました。とにかく無事設置することができてほっとしてます。よかった。今から前回の動画で購入したペンダントライトを取りにヴィンテージショップに行きたいと思います。ありがとうございます。はい、どうも。大事に使わせていただきます。はい、ありがとうございます。かわいい。この下の台の部分のフォルムと色と柄がとってもタイプで購入しました。こちらはソルト&コネチカで1万円で購入したスタンドライトです。かわいい。紐結ばないとね。そうね、天井が低いからこんなにこんな低いところを照らしてるんだけどこんなことある。照明だけ届きました。何もない部屋に照明が2つ。白い顔料理を作ってます。なんかちょっとマットな感じの骨っぽい。
けど、サイズがワンサイズだから。あ、かわいい。袖のたゆみも。今日はこれから私のブランドで販売するキャンドルについてご協力いただきたい会社さんのところへご挨拶に行ってきます。日本に帰ってきてやっとブランドについて具体的に進めることができるようになってきたので、今日はその第一歩としていいご縁につながればいいなと思っています。ただこういう打ち合わせは初めてなのでとっても緊張していますが、一生懸命頑張っていきたいと思います。行ってきます。今打ち合わせが終わってこれから帰るところです。とても素敵な会社さんで、とても親身に話を聞いてくださって、いいキャンドルが作れるんじゃないかなってちょっと期待して嬉しくなっているところです。早く皆さんにキャンドルをお届けできるように、頑張っていきたいと思います。ダイニングテーブルが届きます。この家本当に日当たりが良くて景色が最高です。そうこのマンションに決めたのは部屋の広さと日当たりと景色の良さで決めたんですけど、私たちが住むこのマンションは結構築年数が古いマンションなので、窓のサッシが古かったりとか、あと天井が低かったりとか、デメリットはもあるんですけど、それが気にならないぐらい景色と日当たりが良すぎて毎朝起きるのが楽しみです。で、今日はダイニングテーブルが届くまでは、時間があるので、これから、観葉植物を見に尾崎フラワーパークというところに行こうと思います。全然話は変わるけど前髪を切りました。気になる。よし、では行ってきます。展示ブロックまでお下がりください。尾崎フラワーパークに行ってきたんですけど、素敵なのはいっぱいあったんですが、ちょっとピンとくるものがありませんでした。
一度ダクトレールを取り付けましたが、変換プラグを購入するのを忘れてしまって結局つけれませんでした。全然暮らしが整わないじゃん。どうしましょう。また低いライトに元通りだよ。はあ、全然生活がままならない。引っ越しは大変だね。ダイニングテーブルが無事届きました。ライトは一旦仮でこのように短くして調節しました。おはようございます。部屋はこの通りごちゃごちゃです。届いたものを開封したりゴミがまとめてあったり、とにかく今収納棚もないし、このテーブルとライトぐらいしかないので、今はこう部屋をきれいにするということは諦めてます。今日も天気が良くて部屋の中にたくさん日が入ってきてます。それで念願のサンキャッチャーを購入しました。これはアマゾンで1200円ぐらいで購入したんですけど、日当たりのいい家に住んだら絶対サンキャッチャーを買おうと思ってたので試しに1個買ってみました。で、今日はこれから何をするかというと、昨日観葉植物を尾崎フラワーパークに見に行ったんですけど、ちょっとピンとくるものがなかったので、今日は南青山にあるソルソパークというところをちらっと見に行ってみようかなと思ってます。今朝食をウーバーイーツで頼んでるので、それを食べたら出発したいと思います。全身鏡が届きました。この全身鏡はアクメで購入しました。では予約ソルソパークに行ってきます。着きました。ソルソパークとオールグッドフラワーズに行きたいです。Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Allen girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away.南青山にあるソルソパークとオールグッドフラワーズで購入した商品を紹介します。まずはソルソパークで購入したものを紹介していきます。まず1つ目はデフェンバッキア、次がサンスベリア、を購入しました。次にセットになっているプランターを大きいサイズのもの、ソルソパーク限定のペイントプランター。この鉢にはこの後サンスベリアを植え替える予定です。水はけを良くする鉢底石と同じくエボで
緑が鮮やかになる土を購入しました。次にオールグッドフラワーズで購入したものを紹介します。この花瓶は前から欲しかったもので偶然出会えたので購入しました。こちらはオランダのデスポッツというブランドのイチゴの花瓶です。かわいい。私はこういう個性的なデザインのものが大好きです。この鉢に合わせてオレンジ色のチューリップを購入しました。Tirando tempo soprano da casa que perde pis ouvendo fim feito branco e as nuvens a passar no céu flutuar as coisas não vão se encaixar se você se cobrar demais te ensina a se enganar que assim Então quando a coisa aperta E tudo estiver por triz Lembre o que lhe diz I got no drip in my pocket Must have forgot it or maybe I already lost it Don't got enough to go cop it I'm about to take off like a rocket Houston we might have a problem But that don't mean money will solve them That don't mean money will solve them Woke up dreaming other commas And I got $100 in my wallet I've been trying to make it, do it for my mama I ain't with the faking, never with the drama She said that I'm naked, now I gotta honor that Replace a Honda with the fucking Model X Replace my exes with a couple models She act out of pocket, now it's just a problem I got it, I got it, I got it, I got it For help that we only think about ourselves, oh yeah.